2016年ダイエットですね。今日が8月の9日火曜日ですね。今朝の体重が 72.8 ですね。ちょっと落ち始めました。今週中に70切るっていうのをまあ宣言しましたから、それに向かって頑張らないといけないなと。今ちょっとやる気スイッチが入ってるんですよね。ダイエットで一番大事なことはやる気ですよね。やる気があれば、あとは知識さえあれば落ちていきますよね。もう私はまあダイエットに関する知識は持ってますから、まあ、これは落ちるはずですね。今までやる気がなかっただけですから。といっても、まあ、3、4ヶ月で、86から70まで一度下げたんですけどね。そこからまた増えてしまって、まあ、一度増えるとまたやる気を失ってしまってたんですけども、またやる気がふつふつと湧いてきましたね。いかにダイエットっていうのは自分を、まあ、鼓舞するかっていうのが大事なことですよね。まあ、その点 LB ジムっていうのはメンバーの方がダイエット成功する方がたくさんいらっしゃいますんで、それを見てたらね、まあ、偉そうに言ってる私が痩せないわけにはいかないでしょうっていう感じで、まあ、これでも十分痩せてると思うんですけども、まあ、ここから5キロぐらいですね落としてみたいと思ってますけども、まあ、落ちなかった時は、まあ、すいませんっていう感じでいきたいんですけれども、落としますよ。ちょっとやる気スイッチが入ってますから、明日には71キロ台は見えると思います。まあ、今から食べなければですね。今はやる気スイッチ入ってるんですけども、家に帰ったらですね、もう食べる気のスイッチが入ってしまいますからね。人間の心って移り変わりますから、その辺を上手にコントロールするのがダイエットには一番大事なことですね。